杉本です。よろしくお願いします。はい、今日ちょっともっとこうサッカーボール使わないでもっと体を動きやすくする。単純に言ったらこうみんなのこう小学生のあれだと運動神経良くする練習しましょう。ね。で運動神経がいい子は何やっても絶対上手くなるじゃん。そんなのみんな分かってるよね。サッカーだけできるんじゃなくて、やっぱ例えば今こうやってみんなサッカースペシャルでやってるんだけど、野球やってもすごくなるとか、バスケやってもバレーやっても陸上やってもすごくなるっていう子がサッカー頑張ったら、それはサッカースーパーになるじゃない。だから今日はちょっとそういう風に運動神経自体を良くするような、そういうことをちょっとやっていきたいなと思うので、で失敗して全然構わないからね。初めてやることもあるし、だから周りを冷やかしとかしないで、とにかく自分で一生懸命取り組んでください。はい、ね、はい、じゃあやりましょうか。最初姿勢作ろう。姿勢気をつけてごらん、まず。はい、気をつけ。はい。学校とかでやってる時の気をつけして。うん、はい。で今じゃあ自分で気をつけして、手の位置どこに、中指どこにつけるか考え、確認してごらん自分で。うん、今のね、こう、みんなの位置はね、ここ、もものちょっと前の方に来てるよね。ももを自分の太もも半分ぐらいに真ん中よりも前に来ちゃってるところでしょ。ちょっとその車のラインとさ、なんていうかな、この縦のラインの前側の方に来ちゃってるよね。それってね、あんま姿勢良くないんだよ。車のちょうど今、パンツのラインの後ろの方、後ろの線の方に、こう、かなり大きいぐらいの姿勢を普段から取れないと、みたいにこうやって今みんながやってみたいに親指ね、中指が少し前に来ちゃうと必ずね猫背になる。猫背で、猫背だと勉強できない、集中力高まんない。で言われてるのは 脳みそってちゃんといい姿勢取らないと 100% 働かないって言われてるね。だからまずちゃんといい姿勢取ると勉強ができるようになるわけ。でその勉強ができるようになるときにね、どういうことがサッカーにとってプラスになるかって言ったら、コーチの話ちゃんと理解できるようになるからさ。で、あと例えばチームで試合やっててさ、仲間の指示とかも全部理解できるようになるじゃん。な？で、それがさ、コーチがいくらいいこと言っててもさ、勉強できないやつは理解できないから、うん、基本的にバカはスポーツ上手くならないじゃん。だから、そういう意味では、バカにならないようにするためには、まず姿勢が大事。はい、で、じゃあ、その今のこの位置をちょっとずらすので、いいかい？はい、じゃあ、足、学校のつま、気をつけとちょっと違って、スポーツやるための気をつけするので、足まっすぐにしようか。つま先まっすぐにしようかな。まっすぐにしようかな。はい、じゃあその状態から、はい、両手パンダと首に上げましょう。はい、肘伸ばして。大丈夫？はい、じゃあね、その肘、伸びてる肘が自分の耳の後ろに来るんですよ。首前出さない。はい、そこからね、かかと浮かさずにもう 2,3 センチ高いところ掴みに行こうか。掴みに行って、ぐーっと伸ばして手伸ばして、呼吸はしろよ、ちゃんと。大丈夫？はい、じゃあその状態から、その位置から真横に行ってみましょう。真横にゆっくり手を下ろして、真横にってやると、タックルも長い分に手に来るだろう。はい、この姿勢おーって、うまくできなかったので、腰にしてる意味ない。はい、この姿勢をこの後ずっと続けて、っていうか死ぬまで続けて、ずっとこの姿勢すごい大事。こうすると今の姿勢とってると、いつもよりも普段ね姿勢が悪い人は今の方のが視線が上がって脳が働くようになるし、例えば今の状態でプレーしたらもっと視野が広がる、もっと周りが見えるよ。だから忘れないでよ。はい、じゃあその状態から今度はその姿勢続かず次の動作いくぞ。はい、後ろの人にね、靴の裏、スパイクの裏が見えるぐらいまで、はい、つま先立ちして30秒耐えよう。はい、行きまーす。ほら、足と足の間開いちゃってる。頑張れ。はい、あとまだ10秒。人間ってね、こう足の裏からでしか力伝えられないからさ。でしょ？サッカーやるとき手使う？こうやって。
やる人いないでしょ。となると足の裏の使い方がうまくならないと全部力伝わんないの。でキックもね、例えば足の裏使わないでキックとこれで終わっちゃうね。ちゃんと伝え切る、ここまで、うん、そうなると指、親指の先端までちゃんと自分の体重を支えられるようになるわけで、走る人、走るのも速い人は基本的にここまで支えて走ってくる。遅いやつってこれで終わっちゃうの、うん、さらにもっとちゃんとつま先立ちでバランス取れないとさ、やばいってのわかるでしょ、うん、だからやらしてるのね。はい、じゃあもう一回、そういう意味、そういう意味か。で今度はつま先立ちしたまんま、はい、こっちのマーカーまで歩いていこうか。つま先立ちして、はい、姿勢も崩さずこのまんまこうやって歩いていく。で膝もちゃんとこうやって伸ばしたまま、はい、膝突っ張って、はい、で歩いていくうちにかかとが下がるんじゃなくて、もうきちっと指でずっと支え続ける。指で、ね、はい、じゃあ行ってみよう。1列目からよーいゴー。はい、下見ない下見ない。はい、じゃあ2列目行こうか。よーいゴー。 OK。 はい、じゃあ今度はね、今つま先で歩いてるんで、今度はかかとだけで歩こうか。かかとだけ、そう、今は目いっぱいかかと上げたけど、今度はつま先目いっぱい上に上げて、はい、で膝伸ばしたまんま、で今こう歩くとさ、だいたいこれやるとみんなお尻がこうなってくる、ね、うん、これいい姿勢、そしたらいい姿勢キープしてかかとだけだ。そう、さっきも言ったじゃん、難しいことやるよって、やったことないことやるよって、だからできなくてもいいからチャレンジして。練習ってさ、原則何のためにやるか知ってる？そうそう、できないことをできるようにするためにやるんだからさ、だからいいんだよ、できなくて。一生懸命やればできるようになるからな。だから今日は初めてやるのがチャレンジ。はい、じゃあ行こう。つま先立ちじゃなくて、今度かかとで、つま先の上に上がって、はい、かかとだけで歩いていきましょう。はい、ゴーゴー。よし、姿勢忘れちゃダメだぞ、姿勢忘れちゃダメだぞ。はい、ゴーゴー。次はね、今かかととつま先で分けて歩いたけど、今度はその両方を使いながら歩いていきましょう。で、かかとから着地して、こうやってかかとからあえて、いい？中途半端に足の裏とかじゃなくて、かかとからあえてこうやって着地して、もうかかとが着地したら膝を曲げないでつま先立ち。かかとからつま先立ち。かかとから着地して膝を曲げずにつま先立ちっていう歩き方を片足だけやろう。片足だけ。最初は右足行くか。右足だけかかとからついてつま先立ち。よし、じゃあ行ってみようか。はい、もう膝曲がんないように頑張ってよ。そう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 。よ、はい、行こう。サッカーってさ、手使う？使わない？使うよな。ボール蹴るときどうする？手振るよね。うん。ってなると、結局こういうときに手が動かない子って、ボール蹴るときに手が中途半端にしか動かないんですよ。で、例えば、いい選手、速い選手、ダッシュするときって必ず手を振るじゃん。で、もう君たち今のこのぐらいの年齢から、ちゃんと手を使うって癖付けした方がいい。ね、いろんな形で。ボール基礎使うときにも必ず手を動かすってこと、癖付けした方がいいし、で結局体全部使わなきゃ、全身運動、力出ないからさ。だからこういう時にも、どういう形でもいいから腕動かしてごらん。どういう形でもいい。別にこれでもいい。こうやって。これでもいい。本当に。こうでもいいよ。こうでもいい。こうでもいい。ね、別に走る時みたいに、綺麗に手を振れなんて言わないから、手動かしてごらん。いいかい？うん。で、運動神経がいい子は基本的にね、手が動くんだよ。うん。そう。自然にやると手が動くの。ということは半分ぐらいの人はあんまりサッカーは得意かもしれないけど他の運動苦手かもしれないじゃん。だからそういうところをここで改善していくとサッカー当然上手くなるからさ。いいか。だからちゃんと手を動かすことも考えて今のかかとからついて膝曲げてつま先立ちをもう一本ずついってみようか。はい、じゃあ右足行こう。はい、こう。何それ。いやいやいや、どういう形でも手を動かせ。じゃあ普段手を動かしてないからこうなる。右足だけまずやるので、右足の腰のところ、ここに手を当てて、
やる。で、はい、こうやってかかとからついて膝曲げずにつま先立ちするときに、こう手で押さえてるところが目いっぱい高くなるように意識して。はい、手もつけるよ。手もつける。左側つけるけれど、今手を当ててるところが上に持ち上がる感じ。手を当ててるところを上に持ち上げるつもりで、こうやって、こういうの恥ずかしがってやってるやつは伸びないんで、思い切ってやるのは思い切って。はい、こう、はい、じゃあその後、今度はね、ブラジル体操やりましょう。ブラジル体操。ここはして、内線から、内側から、こうやって外に、内側から外に、内側から外に。ステップね。で、リズム取るとか足を大きく動かすだけじゃなくて、大事なのはいい支えてる足、今こうやって手を持ってもらって、こう上に持ち上げなさいって話してるね。はい、こっちの支えてる足が動かす方の足じゃなくて、支えてる足のお尻が上に上がる、目いっぱい持ち上げて、持ち上げて回す、持ち上げて回す。足を大きく回すだけじゃなくて、支えてる足のお尻を目いっぱい上に上げてから、内側から外に足回してくる。はい、はい、じゃあ行ってみよう。はい、行こう。よーい、ゴー。もっとお尻持ち上げて、高く。お尻もっと高く上げて。そうそうそう。はい、こうですね。もっとお尻持ち上げるんだよ。低い低い、低い低い。もっと目いっぱい上げる。そうそう。はい、こう。な？で、あとこうやってやってもさ、何も股関節柔らかくならないからさ。ちゃんとこっちを持ち上げて回すから柔軟性が高まるんだ、ね、これ下手くそのダンスだから。どうせやるんだったらかっこよくやった方がいいし、柔らかくなった方がいい。だからちゃんとお尻持ち上げるってことね。意識してもう一回行こう。はい、こう、こう上にだ。そうだそうだ。はい、じゃあ今度、今内側からね、外に回したけど、今度真横から正面ね、逆回しするよ、逆回し。だけど足のことばっか気にしないで、ちゃんと持ち上げてから横から正面、持ち上げて横から正面、持ち上げて、はい、こう、目いっぱいお尻上げて。そうだそうだ、いいぞいいぞ。そうそう、さっきより良くなってるぞ。はい、はい、OK。はい、じゃあ今度次の動作いくぞ。今と同じにお尻持ち上げて、今度は足正面に高く、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 はい、頑張っていこう。はい、こう。お、いいぞ、いいぞ。やばい、硬い。お尻持ち上げてから、ゴッゴッ。そうそう、いいぞ、はい、こう。正面に上げたから、今度は横に足上げるよ。で、同じようにお尻を持ち上げてから横、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 頑張っていこう。山じゃなくてやってくれよ。はい、こう、そうだよ。はい、こう、お尻上げてから足だぞ。はい、こう、そうそうそう、いいぞ。